内川聖一、現在東京ヤクルトスワローズに在籍する球界屈指のヒットメーカーです。過去にはシーズン打率3割7分8厘を叩き出し、今なお右打者史上最高打率の記録となっています。また両リーグで首位打者と最多安打のタイトルを獲得するなど、実力には申し分ないでしょう。さて、球界のご意見番こと落合博満氏は内川選手をどのように評価しているのでしょうか。今回は落合博満氏が語る内川聖一選手について紹介していきます。これまでのキャリア、まず軽く内川選手の歩みについて見ておきましょう。大分工業高校から2000年ドラフトにて横浜ベイスターズから1位指名を受けてプロ入りを果たします。高校卒業のスター選手はおおむね 3,4 年で大輪の花を咲かせる選手が多い一方で、内川選手がレギュラーの座を掴んだのは2006年のことです。それまでは内外野守れるユーティリティプレイヤーというイメージの方が強くありました。しかし2008年に周囲のイメージがガラリと刷新します。1年間レギュラーとして試合に出続け、日本人選手のセリーグ記録かつ右打者史上最高となる打率3割7分8厘を記録しました。ちなみにこの年のベイスターズは勝率3割3分8厘とチーム勝率より高い打率での首位打者となります。内川選手自身は2008年から7年連続打率3割を記録する一方で、横浜は球史に残る暗黒時代でした。そのため2010年シーズンオフに FA 権を行使して福岡ソフトバンクホークスに移籍する際、横浜を出る喜びというのが話題となります。これは内川選手が FA 権を行使した際のインタビューにおいて、僕自身は横浜を出ていく喜びを感じられますけどと発言したことが由来となっています。ホークスに移籍後も首位打者を獲得するなど、安定したバッティングを売りとしてソフトバンクの黄金期を支えました。また成績だけでなく、2015年からはキャプテンにも就任してチームを牽引します。月日は経ち、2020年シーズン、内川選手はチームが若返りを図る中で一軍出場機会に恵まれませんでした。そのため内川選手はまだまだやれるとか、まだまだ勝負したいという思いよりも、今年1打席も1軍でチャンスをもらえなかったということが、自分の中では野球をやめるという決心がつかなかったっていうのが正直なところですとホークスを退団。2021年から現在まで東京ヤクルトスワローズに在籍しています。これまで獲得してきたタイトルは首位打者、最多安打、最高出塁率、 MVP、 ベストナイン、ゴールデングラブ賞と数多くです。内川聖一の打撃技術、これほどの功績を収めてきた内川選手に対して落合氏や他のプロ野球 OB はどう評価しているのでしょうか。落合氏は内川選手の打撃フォームについて分析した上でこう評価しています。内川の良さがここにある。この形が作れるから2000本ものヒットを積み重ねることができる。上げた左足を下ろしてくるとき、テイクバックで手と足を一緒に上げていくタイプっていうのは、足が下がってくるときに手も一緒に動くことが多い。ただ内川はグリップエンドの位置が高いまま腕が腫れている状態を保つことができている。トップが深い位置にあるのも特徴であり、ボールとの距離を作ることができている。いわゆる間があるから、いろいろな球種コースに対応できるし、ボールだと思えば途中でバットを止めることもできる。スイングスピードも出る。体の遠いところから振りなさいということだ。インパクト後も手首を返さず最後までヘッドの遠心力を使えている。バットをこねていない。こね回すとバットが波立つ。最後は前へ放り投げるイメージ。到達点まで行ってから肘を畳んでフォローに持ってくる。最後バットが肩のラインに収まっていると内川選手のスイングについて非常に詳しく解析しています。落合氏は続けて、シーズン30本塁打とか、もっとホームランを打っていても不思議ではない。ただ座席に入った時の意識の問題というか、ヒットの延長がホームランというかね。俺は現役の頃、ホームランの打ち損ないがヒットだと思っていた。内川はホームランを狙いに行く感じではないと思う。ヒットを打ちに行って打ち損なってもヒットゾーンに運ぶというか、それは人それぞれの意識の違いだから。内川は右打ちが上手って言うけど、覚えてしまえば簡単なこと。フェアゾーンは360度の1/4、90度しかない。センターを中心に45度ずつと考えれば、あとはバットを出す覚悟だけだから。走者が一塁にいると1・2遊間や3遊間が広くなるとか、状況に応じて考えてやればね。それを覚えるか覚えないかだけの話で、内川にはその技術を得るために費やした時間があるということ。この世界で生きていくにはそれが必要と俺流で評価をしています。また落合氏が中日の監督時代、内川選手は横浜の中心選手でした。当時の印象として、内川に関して言えば、ヒットを打たれる分にはどうぞ、フォアボールもヒットも同じというスタンス、その代わり率は残すだろうと、
ホームランだけは打たれるなって言いながら結構打たれたことがあるんだけど、とほろ苦い思い出付きで明かしています。続いて落合氏以外の OB からの評価も見ておきましょう。野村克也氏は歴史に残る右の強打者と絶賛しています。その理由として過去の首位打者は圧倒的に左バッターが多いし、3割バッターもそう。その中で内川は右バッターだけど左バッターのような打ち方をする。僕が60年見てきたプロ野球において安打製造機の見本といえる選手だ。右バッターでは落合やらもいるけど、内川も同等に見ていいんじゃないかな。左バッターのような打ち方というのは、内川は右対右でも苦労しないから。左バッターが右ピッチャーに対するのと同じように右ピッチャーを打つことができる。僕ら右バッターの最大の欠点は、フェアグラウンドは90度あるのに45度しか使っていないこと。その点で彼は90度を広角に使えている。そういう技術を持っているのは右バッターでは珍しい、と名称をうならせました。現役時代はライオンズのリードオフマンとして活躍し、引退後は独立リーグの創設者でも知られる石毛博道氏は内川選手を高く評価しています。内川のバッティングを見ているとよくわかりますが、ランナーがいないときは引っ張り気味の打球を打つのに、ランナーがいれば柔軟に流し打ちしてタイムリーを稼いでくる。あれは状況判断能力と技術の両方を兼ね備えて初めてできること。彼はインパクトのタイミングで右の肘をグッと絞って体からバットを離さないから、あれだけの打球をコントロールできる。間違いなく現役最高のバッターだと思います、と最も嬉しい言葉と言っても過言ではない賛辞を送っています。チック坊の正体。落合氏と内川選手の話をする上で避けて通れないのが、2011年のドラゴンズとホークスの日本シリーズでのことでしょう。日本シリーズ後のインタビューで野村氏は落合氏に迫ります。内川のところで抗議に行ったじゃない、あれは何なの、じらし、と尋ねます。すると落合氏から、あれは俺は知らなかったの、そしたら前の日から谷繁が内川のバットに何か入ってるってことを言ってたの、あれは選手が先に見つけたの、と明かしていました。野村氏は続けて、本当に入ってたの何か、と問いかけます。それに対して落合氏は、まあこういう丸ではないですよ、縦に固めたような、と説明しました。ファンの間では当時の内川選手のバットはチック棒と呼ばれています。ネットでは補足説明として、グリップ部分にスポンジ状のものを詰めた後、テーピングで固定するという独特の工夫が施された代物と書かれていました。チック棒の効果として、落合氏はゴルフやらないからよくわからないんだけど、もし専門家に言わせたら力の入り具合は違う、と話しています。内川選手自身が以降もチック棒を導入しているか否かは定かではありません。最後に現在も現役を続ける内川選手への期待と寄せられたコメントについても紹介しておきます。今後の活躍。現在内川選手は若手が多く台頭しているスワローズの2軍で調整をしながら、出番を今か今かと待っている状態です。落合氏は以前内川選手に対して、内川も7年連続で打率3割以上打っていたように、毎年3割を打つバッターというのはこういう時全く打てていない気がしていると思う、俺もそうだった、例えば打率3割と2割台後半っていうのは1年で安打数は10本も変わらないんだけど、シーズンを通して全く打てていない感覚になる、と気持ちを汲み取っていました。野村氏は生前、俺と違って内川は間違いなく歴史に残る右の強打者、左の強打者はいっぱいいるけど、右の強打者は落合以外にはあんまりいないから、この先もどんどん打ってほしいね、と期待をしていました。個人的には右の代打の切り札になってほしいと思います。現在川端慎吾選手というかつての首位打者がスワローズとっておきのカードです。しかし延長12回制に戻った今、チームは戦力に厚みをさらに増したいところでしょう。このような状況を踏まえても、経験豊富な内川選手にかかる期待は大きいはずです。ということで、今回は落合博満氏が語る内川聖一選手についてご紹介しました。右打者として長年にわたって成績を残してきた両者だからこそ分かり合えることがあるのでしょう。2人の立場は OB 並びに現役と立場は違いますが、まだまだ野球界に貢献してもらいたいですね。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。